はい、倉敷警察署から殺人予告犯をぶっ壊すというわけで、本日ですね、令和元年7月17日の水曜日です。参議院議員選挙真っ最中でですね、私、NHK から国民を守る党浜田聡比例代表で立候補させていただいております。ちょっとですね、座ってお話の方をさせて、もらいます。昨日ですね、7月16日の火曜日ですね、昨日は NHK から国民を守るとですね、大阪梅田のヨドバシカメラ前で選挙運動をさせていただきました。まあその後ですね、選挙運動後食事後でですね、23時頃にですね、その大阪のホテルに向かっていたところですね、私の電話が着信がありまして、そこで私に対して殺害予告をほのめかすような電話がありました。で、まあ、その電話の音声データに関しては私のチャンネルで、アップロードしましたので、もしよろしければ見てください。で、その後ですね、近くのですね、警察署の方に、相談に行っております。で、いろいろとですね、お話をした上でですね、いろいろお話をさせていただいたんですけどね、警察署の方と。で、結局は居住地の倉敷警察署の方に、相談に行ったらどうかということでしたので、よく明けてですね、本日ですね、倉敷警察署の方に来た次第です。で、結局、私がですね、先ほど倉敷警察署の方で、話をしたところなんですけれど、いろいろと少し話をしてですね、結局のところは専門の人にですね、相談しますので、また日を改めてこちらに来てお話をするということになりました。で、そのお話、つまりですね、結局今のところ選挙期間中ということもあるので、あまり私の方のですね、時間も取らせないみたい、ですね、気を使っていただいて、時間を取らせない方向で、選挙が終わってからですね、ちょっとそういう、なんていうかことは、お話をし、専門の方のですね、相談も含めて、お話をしていこうということになりましたのということです。というわけで、ひとまずこの件に関しては、私もですね、一応音声データに関してはこの私のチャンネルの方で上げさせていただいておりますし、ですね、あとは何だっけ、そうですね、音声データを上げているので、いずれはですね、少しずつその犯人の人に関しては、どうか分かんないですけど、少しずつね、追い込んでいければなとは思いますけど、これに関してはどうか分かりません。ただ、非通知でかかってきたわけではなくてですね、多分通話記録もですね、確かプラス61でオーストラリアからの発信ということになってるんですけど、なんだかんだで日本国内からそういうふうに操作してかけることはできるとはらしいので、今後の操作でですね、どこから発信したかとかいうのは分かるのかな、ちょっとよくその辺がどうなるのかは不明ですけど、とにもかくにも、今後選挙終わってから警察署の倉敷警察の方と相談ということになると思います。というわけで、ひとまず警察署で先ほど話し終わってきたので、その報告の方をさせて、もらいます。はい、というわけで、引き続きですね、選挙運動ですね、明日
まあ、本日はちょっと、ね、この倉敷警察署に来ることがになったので、まあ、6人選挙運動できてませんが、明日はですね、名古屋の方で選挙運動の方をさせていただきます。というわけで名古屋の方会えることを楽しみにしております。というわけで、まずですね、倉敷警察署からですね、はい、ちょっと言い直しましょう。倉敷警察署から殺人予告犯をぶっ壊す、そして参議院議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。